私が行っているエコ活動についてお話しいたします。私が行っているエコ活動はズバリ瞑想メディテーションです。なぜエコと関係あるのかというふうに申しますと、瞑想を行うことによって、私の中何が必要なのかっていうのが明確に分かるようになるからです。明確に分かるようになると無駄なものを持たなくなります。現に私はミニマリストで洋服も本当にほぼ買いません。日本にいるときは中古のお店、古着屋さんでいつもお洋服を買っておりました。それは母からの、小さい時からの教えなので、特に新品を持つことに私はこだわりがありませんでした。はい、現在はマルタで中古のお店というものが本当に少ないので、日本人の間で洋服をシェアする、日本人、韓国人の間でシェアする、ツールを今作成中です。もちろんマイクロプラスチックを増やさないために、自分自身のエコバッグを持つでしたり、マイボトルを持つ、またはヴィーガン生活を取り入れるなど、そのようなことももちろん生活の中では行っております。しかし私が今生活を行う上で何か環境に一番役立っているに申しますと、もう継続的に続けているメディテーションで自分自身のことをよく知って、無駄なものを持たない、ファストファッションでお洋服を買わないっていうことが、私自身の環境保全活動だと思っております。今後は先ほども申しましたが、マルタ版メルカリというようなものをツールを作りまして、物を無駄にしないように促していきたいと思っております。